さんもね、お願いしますわ。で、ここ、まあ、最近ですけど、うん、まあ、なんだろう、まあ、その、商談の時間が増えた。うん、っていうか、まあ、うん、まあ、去年の秋ぐらいから、うん、かな、うん、あの、まあ、日経商人様がご宣言されてから、まあ、そうですね、それ以前までは、まあ、月に、まあ、数回程度、まあ、30分とか1時間、まあ、その、ごくたまだったんですけど、うん、で、ここ最近、まあ、ここ、それ、うん、まあ、去年の秋ぐらいになってから、まあ、まあ、その、検証、しゃけぶく、その情熱、うんうん、ついていますので、うん、まあ、活動し終わってから、まあ、その、まあ、大体メインが活動、池袋なんで、うんうん、で、まあ、あ、じゃあ、お寺や、うん。まあ、まだあれだから、じゃあ、うん、とりあえず、まあ、招待しようと。うん、まあ、それで、ここ最近だと、まあ、1時間とか、まあ、1時間から2時間、3時間、4時間とか、おまあ、なんかもう招待なの。おー、はい、すごいですね。はい。うん、もう、なんだろう、なんかもう、招待するのがもう楽しいのか、うん、活動するのがもう、すごい境外の、どうも本当に素晴らしい境外でございますよ、それ、はい、うん、でも日経商人のやっぱりその功徳じゃないの、日経商人一切を開く鍵は商代業にありって、はい、ね、ずっとおっしゃってましたからね、そういうこともあるかもしれませんよね。あとここも最近でももう金賞会員がもう島民からも目覚めてきたんで、お今まで島民してたのか、彼ら。まあ昨日、まあここ、まあ、まあ、池袋、まあ、昨日も池袋して、まあ、まあ、女子らしき2人と、うん、まあ、女子らしき人まあ、まあ、女子が、女性です。はい。で、そのまま、突っ込んでた時間がちゃうもんね。で、あと、あ、3日前か、あのお香の帰りの時に来た朝霞で、うん、いいよね、本当にその植物精神すごいよね、はい、あと先週だと、まあ、あの訪問の、うん、あとそれで池袋で大リアルと、うん、結局それもみんな、はい、こういう要するに結局ほら球を送ったってことなんだよね、うん、で今日こうスターンとシュート決めたっていう、でもみんなそういううねりが起きてたから、よろしくお願いします、今後もね、はい、はい、やっとこの日曜日に予定が入ってるんで、あ、はい、皆さん応援で、お、お願いします、そんなふてくされない、ボコボコにしちゃって、なんか相手のだから状態によるで、音声聞いた限りだともう結構なんかガッチガッチガッチガチっぽいんで、なんかお寺行っちゃダメとかそう言ってたじゃないですか、だからもうこれボコボコにしてやっちゃって、いやでもそれはね、先入観持っちゃダメよ、あの本当に行き合ってみて、しばらく話をしてみて、そこから分かってくるもんであってね、やっぱりその事前情報っていうのは人間縁によってみんな違うんだから、うん、1年3年だから、ひょっとしてその純な心がひょいっと出るかもしれないだよ、だから先入観は聞ける、うんうん、もしかしたらだったら妙に純になってるかもしれないよね、うん、そこねちょっとそれ下手にこう構えちゃってさ、くねるボクしてるぞって大事な人まで潰しちゃう場合があるからね、うん、待ってみて15分ぐらいはじっくり相手の言うこと聞いてみて、そっからですよ、ゆったりゆったり着服していきましょうよ、はい、じゃあ